こんにちは、堀です。今回も白川郷岡山の世界遺産集落をお送りいたします。昨日後ろから人が近づいてきてる気配がしたので、動画撮影してるとよくあるんですけども、喋ってて人が近づいてくると喋るのやめてしまうってことあるんですけども、昨日はそんな感じで急に喋るのやめてしまって終わりにしてしまったんですけども、今日は2日目、岐阜県にある白川郷小木町地区を歩こうと思います。今日は朝一番。この白川郷小木町地区に入るにはせせらぎ公園の駐車場に車を止めて入ってくるんですけど、こう観光バスなんかもね止めて、大きな駐車場なんですけれども、朝今日はね一番で、止めました。この白川郷が世界遺産に選ばれたっていう理由の一つに、この合掌集落、今でも人が生活してるっていうことも選ばれた理由の一つなんですけども、この朝の時間帯、普通に朝の忙しい家庭の音が聞こえてきますね。で、普通に、会社に勤めに出る方なんでしょうね、出かける方もいたり、女性の方も片付けでしょうかね、忙しく動いてる姿もありました。まだ観光客の人もほとんど来てない時間帯なので、で、この朝の静かな小木町地区白川郷をね撮影して回りたいと思います。ここが小木町地区のメインストーリーですね。まだ人いないんですけども、昨夜雨が降ってたんでちょっとね濡れてるんですけども、上空雲に覆われててちょっと神秘的な風景ですよね。この白川郷は水の豊かな地域で、ここもね水鏡っていうんですかね、結構反射して綺麗に出てますね。で、この時間帯まだね静かなので、この小木町地区を一望できる高台があるんですけども、そこへ行ってちょっと眺めてみようかと思います。昨日寄った五箇山より雪の量少ないですよね。この辺ちょっと台地になっているんで溶けるの早いのかもしれないです。でもう植物、こう土を持ち上げて芽出してますね。もうすぐ春ですね。茶店がある小木町城址展望台っていうのをねまだちょっと開いてなかったので、その隣にある天狗堂っていう台地なんですけども、ここからもね小木町地区一望できるんで、ちょっと時間待ちでここで撮影楽しみます。ここはね人来なくて静かなとこです。穴場です。小木町地区の全容です。やっぱりね、中へ来てもいいところはやっぱりいいですね。綺麗です。本当に歴史を感じます。すぐにこの小木町城址展望台を楽しみます。ここにはねカメラマンさんいて、記念撮影撮ってくれるんですけども、ちょっとね今回はお断りしました。ここの展望は素晴らしいですね。今日は誰も来てないので静かに眺めてます。上空の雲なんかねいいですよね。半分雲に覆われてて綺麗でした。今回歩いているコースは時計回りに大回りをしているような感じで今歩いてきてます。で、これから向かうコースは山越通りっていう感じの一番山沿いの方へ今コースを取ってます。ところどころに用水路設置されています。住民の方が扱うような形になっています。
もうすぐ春を迎えようとしてるんですけど、まだこの雪囲い残ってますよね。この雪囲いもちょっと風景にいいですよね。この山沿いのコース、結構もうこのかやぶきの屋根、傷んでるところの家、小屋もありますね。小屋でしょうね、なんか物置みたいになってるようですけども、だいぶ傷んできてますね。このかやぶきの屋根、吹き替えてる家もね、何か所があったんですけども、前回来た時に聞いた話なんですけども、今はもう業者さんに頼んでこの吹き替えをしてもらうなんて話聞きましたね。昔は住民の方がね、総出でこれ1日でね、なんかやるっていう話聞きましたけどもね、なんか何百人もの人をね、束ねてやるような話聞いたことあります。この白川八幡神社もそうですけども、この五箇山の集落もこう神社祀られてましたけどもね、立派な締め飾りかけられてますね。この五箇山白川郷もそうですけども、白山の、山麓にあるので白山信仰が少しあるのかもしれないです。お店も開き始めて、観光の方も出始めましたね。この店先を覗くと、やっぱり、海外の方に人気が出そうな郷土玩具いっぱい並んでました。前方にちょっと煙が出ているような気配がするんですけども、この煙の正体、お団子を焼く煙で、香ばしい匂いがね、この辺一帯漂ってるんですよね。思わずこの後買って食べましたけどね、素朴で美味しいお団子でした。このカットが私は一番好きですかね。案外でもここ、他の観光の方はね、あまり来ないんですよね。外国の方にはこういう風景あまり好まれないのかな。五平餅もあったんですけども、醤油のお団子をいただきました。素朴で香ばしかったですね。外国の方はこのカットをね、結構並んで撮影してました。ちょっと違うのかな。この白川郷、私の印象ではこの水が豊富な集落で、水が流れる音、歩いていても心地いいですよね。この綿家もそうなんですけども、この白川郷、何か所かこの重要文化財の建物の中見学できるようにはなってるんで、有料にはなるんですけどもね、伝統建造物の中を、ね、見学できるのも、ね、いいですよね。結構ね、外国の方はね、見学してましたね。誰もいなかったこのメインストーリーもだいぶ人出てきましたね。で、ここにあるこのお土産物屋さん、一番この集落で大きかったかな。いろんな郷土玩具置いてありますよね。結構人気あったようです。
日ぐるっとこの白川郷を回ってきて3時間4時間ぐらい歩きましたかね。そろそろねちょっと疲れてきたので、戻りましょうか。はい、今回巡ってみた、白川郷五箇山の世界遺産、合掌造り集落ですね、これ3箇所、回ってきました。やっぱりここ世界遺産素晴らしいですよね。私これで3回目ですね、3回来たんですけども、いつ来ても素晴らしい、風景撮影できます。で、やっぱりね1日ではちょっと回りきらなかったんで2日かかったんですけども、やっぱりねここは、3箇所あるんで3箇所じっくり回ろうとすると時間かけて、楽しんだ方が、いいですね。でたまたまね昨日も今日もそうなんですけども、ちょっとレッド延期どよりしてたんで、今日はね結構観光の方いっぱい来てるんですけども、昨日はね静かに撮影ができました。はい、ではねそろそろこの辺で、今回の世界遺産、白川郷五箇山の撮影は終わりにしようと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。それではまた、さよなら。